習慣もすごくないで食べていてないのとかって言われるぐらい親しくさせていただいて、それで花子さんも花子さんと美容院ご一緒で、はい、別に全然楽だったんですよ。でもやっぱりそう国歌っていうことに慣れてないのと、アカペラと、それで自分一人じゃない。それでリハーサル一応しましたよ、この番組が終わってすぐ、はい、ヒール入ってその代々木体育館行って、たらパイプ椅子がブワーッと置いてあって、でステージ、まあ変な言い方ですけど私にしては小さいステージですよ。要するに歌を歌うようなステージじゃないですか。要するに照明入れてないから、ね、ステージ普通ですよね。壇上です。だからでそこにまあスクリーンがあって、じゃステージ上がって私から左手に日本国歌、はい、右手にロード、まあ、国旗、国旗、国旗で右手にあのオリンピックの、はい、マグニチュード、そうそうそう、あったんですよ。それでリハーサルの時にこの歌合わせして、で殿下が5人以上になって、何秒20秒もかな、何、まあ、かで、ね、何かでお呼びします、はいはい、はい、分かりました。そういう流れがあるんですね。その前に私はもう緊張して緊張して、なんかもうみんなに、弟なんかに言われてんの、もう嫌みやで、もうその歌う前にはっとかっていうのは、そう言うけどしょうがないんだって、私は自分で喝入れないと音取れないのよとかって言って、そしたらやっぱダメなようになったらもう完璧なのよで言っても分からないんですよ本当は。よっぽどの音痴にならない限りは。いや、そうだと思いますよ。だって僕ニュースでも映像で見ましたし、おまかせでも見ましたけれど、おまかせの映像で歌い終わった後のアッコさんが、うん、帰りしの廊下で、うん、出だしがって言ってるの見て、音痴にはなってないんですよ。いやだからね、なんて言うんですか、もうあんまりにも緊張して、それで伴奏も何もないから自分の音に頼んなきゃいけないじゃん。で音は分かってるんですよ、君この音なのな、これでいいんですよ。それでも私が緊張して緊張して、ダメだダメだっつって、ちょっとこっから出ようと、普通の楽屋じゃないから、うん、体育館でもう急にね作った楽屋ですから、まあ、トイレもついてましたけど、したら出ようとしたら始まる呪文ぐらい外の空気を吸いたい。で私が緊張してた時、よく自分のコンサートとかディナーショーでも、あの客を飲みに行くっていうのを、飲まれちゃダメだ、客を飲みに行く、じゃあ15分くらい前かな、20分か10分表に行く、表ってその会場の表じゃないよ、楽屋から表廊下通っていろんなとこ警備ずらーって、ダメです、ダメです、殿下のお見えになるまでダメです。えっ、いや、この廊下のとこだけですけど、廊下をこう一周して帰ってくれば、あの一応自分の帰る場所はここですから気分も変わりますね、それだけやらせてください。そうそうそう、ダメです。殿下何時頃いらっしゃるんですか。あと10分後でございます。え、10分後でもダメ。それで、あ、そうですか。急にその警備員の人も立っちゃって、うん、大変ですねっつっても、なちっちゃいうなずく声出さないの、ちっちゃい言うなずき。なるほど、今のこと言ったら言わない方がいいかでしょうね。いやいや、勝てそうな警備員、勝てそうないやいや、そんなことはないけど、それでなんで国歌歌う前に警備員と喧嘩してるんですか。いやいやいや、それで、うん、もうダメだぞ、もう3分くらい前、もうダメ。一回だけそのドア開けて、その自分が出るところまででも行きたいと、出るところでもドア閉まってるんですよ、その会場から。それでもな、殿下が赤坂からお見えになって、その時間もあんまり言わない方がいいと思うから、お見えになって、それで、疲れてから壇上に疲れるまでが40秒になったって。そういうのもこう決まってる、決まってるんですね。で、殿下が疲れて、あの、それでご紹介がございます。殿下が壇上に着かれたと同時に今田様はスタンバイをなさってください。その辺から口の中、漫画ではあわわ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 わ、本当はキーン、その辺の口の中あわわ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 わ
確かに私端から歩いていきますね。で皆さんに一礼いたしました。それで木の階段ね、何段ぐらい、5段ぐらい、ドレスですか、5段ぐらい登り切って殿下に深く一礼いたしました。殿下、テレビで皆さんがご覧の通りにニコッと笑われて、そのまんま、そうですね、